そしてコナミスポーツクラブの田中雄介です。世界選手権では日本代表の金メダルに大きく貢献しました。田中雄介の釣り輪です。この静止技、非常に美しいものがあります。さあ着地は両足で前に一歩出ました。後方2回宙返り、2回ひねり降りを見せてきました田中雄介。非常に冷静な実施を見せてきます。コナミスポーツクラブの田中雄介、 D スコア 6.0、 E スコア 8.800、 トータル 14.800 というスコアです。